男っ気がないのよ。私は心配だよ。羽生結弦、8歳高妻の母が地元山口県で漏らしていたある懸念。電柱を自費で地中化。セレブ一家でも一人娘にはきっちりしつけ。最愛の父の教育方針とはから続く。日本中に衝撃を与えたプロフィギュアスケーター、羽生結弦の電撃結婚。お相手が8歳上の元バイオリニスト末延真由子さん、36、だったことも多くのファンを驚かせ、彼女の存在に注目が集まっている。二人は2019年に富山県で開催されたファンタジーオンアイスで共演しているが、末延さんはもともと音楽業界では極めて高い評価を受けるプロミュージシャンだった。矢沢永吉も末延さんの演奏を絶賛。山口県の国立大附属小中を卒業後に上京。東邦女子校、東邦学園大学音楽学部を経て、2008年からプロとして活動してきた。当時の所属事務所はフリーアナウンサー、古舘一郎を擁する古舘プロジェクト。妖艶な姿で髪を振り乱す演奏スタイルで人気を博した。クラシックだけではなく、ポップスやロックのジャンルでも活躍しました。大物ミュージシャンとのコラボレーションも多く、XJAPAN の YOSHIKI や LUNASEA のマヤ、53、相川七瀬、48のほか、2014年から3年にわたって矢沢永吉、74の全国ツアーに帯同しています。矢沢が、君は今までどこに隠れていたんだと末延さんの演奏を絶賛したという逸話も残っている音楽関係者。現在は羽生結弦の妻として注目されている末延さんだが、当時からバイオリニストとして脚光を浴びていたのである。実は週刊文春は2019年2月頃、そんな末延さんを取材していたことがある。当時はまだ独身だった末延さんについて、ある大物ミュージシャンと熱愛しているという情報があり、その裏取りを行っていたのだ。結局、十分な情報を得ることができず、記事にすることはなかったが、取材班はその過程で、末延さんの姿を複数回キャッチしている。一般人ではないことが一目でわかる末延さんの姿。同年2月中旬の夜、都内の路上には帰宅する末延さんの姿があった。美しいイルミネーションが施された街路樹の横を歩くスレンダーな女性が末延さんだ。細身のパンツに黒い大きなマフラー。キャップを目深にかぶり、表情はよく見えない。しかし、放たれるオーラから、彼女が一般人ではないことは一目でわかる。また、別の日の朝には、大きなバイオリンケースを肩に担いで仕事へ向かう末延さんを目撃している。赤いマフラーを首に巻き、足の長さが際立つパンツ姿。閑静な住宅街の朝、颯爽と歩いていく末延さんの美貌はひときわ目立っていた。その他、仕事仲間と談笑している場面や、マネージャーとおぼしき男性と歩いていくシーンなども確認したが、どの場面でも背が高く、妖艶なオーラを放つ末延さんは目立っていた。今後については、表舞台からは引退し、プロの道に邁進する羽生結弦のサポートに専念する、前で音楽関係者、という末延さん。そんな彼女と、フィギュアの王者、羽生結弦のカップルはまさに、華やか、の一言。二人で幸せな家庭を築いてもらいたいと願うばかりだ。*　現在配信中の週刊文春電子版では、羽生結弦と電撃結婚を果たした末延さんの人柄、そして地元で有名なセレブ伝説について詳しく報じている。